皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は、7月に沖縄に行ってきたので、その時に免税店で買ったコスメたちを紹介していきたいと思います。買ってから少し経ってしまって、その時は発売してすぐのものを買ったつもりだったんですが、ちょっともう1ヶ月ぐらい時間が空いてしまって、ちょっと申し訳ないんですが、免税店で買ったものを紹介していきたいと思います。まずはシャネルの単色のアイシャドウを2つ買ってきました。シャネルから7月17日に、単色のアイシャドウが発売されたということで来たんですが、今回はせっかく免税店でちょっとお買い得に買えるということで、今までにないようなこんな感じの挑戦した秋冬に使えそうなこのアイシャドウを買ってきました。シャネルオンブルプルミエールプードルとオンブルプルミエールクレームです。クリームシャドウとこう普段使うようなアイシャドウのパキッとしたこういう明るい色を買ってきてみました。まずはこのクリームシャドウの方はちょっと紫がかったような色です。付属のブラシで取ってみるとこんな感じの色味です。目元にのせるとモードっぽいちょっと強い感じになるので、おすすめの使い方としてはこの目のギリギリ際にしっかり入れて、そこから少しこうぼかす。でもぼかしにくいのよね、ちょっとこれなので、ちょっとどういう風に使うかは何回か使って使いやすい、メイクにしやすい方法を見つけてから、メイク動画にしていきたいと思います。こっちが付属のチップとブラシがついています。まずチップでこんな感じのすごい綺麗な色で、ボルドーっていうのかな、バーガンディーっていうのかな、みたいな色味です。ブラシでのせると結構淡い感じ、しっかり色は塗るんだけどちょっとこう透け感のあるような、ツヤが残るような感じです。これはまた改めてメイク動画にしていきたいと思います。コスメはあともう1点買ってきました。じゃーん、これでルミコのカラーリップグロスの04番です。最近私リップがティントばっかりに夢中になっていて、結構グロスを最近そんなに見ていなかったんですが、この RMK のグロスは本当に人気があって、こうソールドアウトばっかりで、なんでこんなに人気があるのかなって正直思っていて、つけたことはなかったんですが、今回つけさせてもらったら、あまりにもこう縦じわも消えて唇がぷっくらすることにすごくびっくりしました。ちなみに今日今塗っているのが、このグロスです。こういう感じで最近は本当にマットだったりとかティントだったりとか、ちょっと色をパキッとした感じで密着するようなものが多かったんだけど、こういうグロスってやっぱりいいよねっていう感じのグロスで、本当に縦じわもなくなってぷっくり一体感のあるツヤのある可愛い感じの口元を作ってくれるグロスでした。今回はすごい無難カラーな感じで買ってきたんですが、もうちょっと色もっとしっかり出るような色とかもこれから見つけていきたいなと思っています。バイバーイ。